最後だ最後だと言いながらまだ切らずにおります。ブラックベリー、たくさん実ってるんで、いいところだけちょっと取ってからそれからにします。
本当は残したいけど、ちょっと天気早すぎて水が間に合いませんでした。ちょっとキウイの方がちょっと葉っぱがしなびてます。急いで水やりしてます。手はよう伸ばしません。よいしょ。よいしょ。
っきりしました。ここまですっきりしました。一応ここまですっきりと出しました。一本だけ残します。また軽い誘引します。キウイオは上で、ブラックベリーフェンスに横にはわします。ちょっとよく考えたらもったいないんで、そのような状態に誘引をし直します。やってるうちに次々と、気持ちが変わってきます。こちらのブラックベリーを切ってたら、キウイのツルを切ってしまいました。腹立つ。キウイのツル飛ばしました。ほんまに腹立つな。
あ、これ鉢から出とるのか。はい、すっきりしました。これは鉢からの棒から下からの棒、ともわけわからなかった。よいしょ。これは鉢の分です。よし、鉢の分だけ残しとこう。倉庫の中に元気なんか、これどっから出てきた。これを切ります。はい、切ってしまいました。アリが
鶴が絡まってますよ。よいしょ、外れた。あ、またか。芋鶴が切ってもたん、ちゃうんか。あ、切ってもたんか、また。びっくりした。びっくりしました。またやらかしたんか。よっしゃよっしゃ。外れた伸ばします。しまいました。